町と私とサーカスとピエロとトイレ我慢してるけどまだ耐えれてる俺とトイレ我慢できないけどこの動画開いちゃって今漏れちゃった視聴者と、しょもな。前回のことを軽く振り返ってもいいですか？この街はやばい。はい。もうちょっと詳しく説明しますね。この街が、このソフィラちゃん、俺が今操作してるこの子以外、まあほぼ全員やばいと。狂っちゃってんだよね。で、この唯一まともだと思われてたソフィラちゃんは、この地下に来て、人を3人殺しました。うん。ものの数分で。ものの数分で立ちバサミで人を3人殺しましたね。ってことは、唯一まともなのは誰なんですかね？このピエロだったりするの？あ、ピエロって19歳なんだ。まだ成人済みではないんかな？まあ、でも外国だから成人だったりするのかな？で、ここに来て、なんか北側の扉に行くと外に出れるみたいなこと言ってたからそこに行くんだよね。まずちょっと軽くここら辺調べてもいいかな？何今のいいかね？どうした？何作ってるんだろう？これピエロが作ってたんじゃないの？あ、ピエロは特に何も言ってはくれないんだね。これ持ってけない？大きいナイフだ。地名取れない。ちょっとよくない？なんかもう最近マジ、もうほんとね、エルデンの、ちょ、別のゲームの名前出しちゃってあれなんだけど、エルデンのになってんだよね。何かの書類が山積みになっている。難しい字がいっぱいで読めないや。うん。まあ、でも読めてたけどね。読めるやつ読めんだよね。食事の上げ方について。新人は初めに確認するようにと書かれた本がある。うん。揚げ方？ちょっと待って。食事の揚げ方って何？もう読むか。その1、食料庫に行くとき、ご飯を運ぶときは、全員を部屋に戻しましょう。過食を防ぐために徹底してください。これってだから、その、俺が前回殺した人たちにあげるご飯ってこと？全員を部屋に戻しましょう。まあ、自由時間はあんのかな？人食うのに？その2、ご飯をあげるときは、正面から渡しましょう。寝てるときは、顔の近くに置いておきましょう。怖くない？いや、超怖くない？自分がもしかしたら食われるかもしれないのに。待って、ウイルスバスター起動したらなんで？すいません、ちょっとウイルスバスターアンインストールしてきました。あ、終わりか。その2で終わりなのね。うん、顔の近くに置いておきましょう。寝てるふりとかされたらもうやばいやろ。で、これは手だろ。手の作り物かな。いや、本物だろう。こんな料理するところでなんで作り物を作るん？手の作り物をわざわざ作るん？歯が欠けてる。まあ、刃こぼれしたんじゃないの？使いすぎて。調味料が綺麗に収納されている。うん。なんでそもそもこんなボロボロなんだろう？ここら辺。いや、血！これ絶対血！変な匂いする。9歳ってこんなに、わかんないのかな？変な匂いする。血って思わない？これ、もう明らかに、目ん玉垂れてね。でも、これを見たら明らかにソフィラちゃんは、はぁって言うでしょ。いや、そこじゃない。そこじゃない。あんまり見ない方がいいよ。ここ見て。いや、じゃあ、俺もまさ、ちっちゃい子にこういう死体とかさ、見せたくないよ。でも、リアクション見たいやん。ねえ。どんな反応するの？片目から目出てるとかって言ってさ、ニヤニヤしながら。ね、そんな子だったら俺もうびっくりする。しっかりびっくりする。危ない。踏んじゃうところだった。さすがに踏まないだろう。めちゃめちゃでかいよ。ね、画鋲とかだったらわかるけどさ。血がついてる。これは血ってわかるんだね。何に使うんだろう。これマカライト鉱石取るんだよ。ね、マカライト鉱石。君も多分、いずれ PSP で遊ぶよ。PSP 古いな。今はもうあれか、スイッチか。ね。俺PSP でセカジーとかの世代だったんで、はい。ごめんなさい。もうとっさに PSP 出ちゃいましたね。もうないのかな？もう外出て、ここのエリアの北側になんかあるんだよね。でもさ、俺ここ多分全部まだ見れてなくない？ここが、こっち行くとまたドラム缶みたいなの。待って、ここ入ってなくね？いや、入っていいんかな？じゃあそもそも。あ、鍵かかってんのね。で、下からの、一応ちょっと細かく、多分俺全エリア多分見れてないんだよね。ここは、あ、でもここは見たね。じゃあ、この左側は多分見たんじゃない？で、多分この、ピエロくんがいた、ここの上は行ってないんじゃね？ここじゃね？ない。いない。ご飯。あれ？ちょっと待って、こいつ、
前回食ってたやつじゃね？移動してきたんか？やばい。みんなで食べる！ソミラちゃんと。ソミラちゃん、ソミラちゃん4人目！え、ピエロくん止めてよ！ああ、ああ、まあ泣くわな。すごない？ピエロくん、ピエロくん、ピエロくん、ちょっと、ちょっと、いや、ちょっと、ソフィラがやったの？お前見てなかったの？うん。食べられそうだったから、立ちバサミで刺しちゃったの。そっか。ちょっと待ってて。え？あ、ご飯？ご飯にすんのかな？お待たせ。行こうか。あ、下寄せたのね。ソフィラちゃん。うん。いや、俺も正直わざとやりたくないよ。入ったらいるんだもんだって。いやー、もうこれ、俺の中では分岐してんじゃねと思うけどね。多分確実に殺さないそのルートはあるでしょう。綺麗に骨だけになっている。ちゃんとしゃぶり尽くしたんだな。なんか豚足とか、ちゃんとね、あの、なんかギリ食えそうな部分までちゃんとしゃぶり尽くしてそう。本が落ちてる。本必ずあるね。めくる。ん？クマさんかな。これクマってよくわかったね。アメーバじゃね？右から2番目。んで、人潰れてて、左はわかんないな。もうやたらとテンション高いやつなんなんこの左から2番目。1番目、あ、これ木かな？木で森の中で殺してってことなのかな。多分そういうことなんじゃね。綺麗に骨だけ、やたらとしゃぶり尽くされてるな。うんうん。うん。ソフィラちゃんもう、忘れよ。仕方ない。だって自分の身を守るためにやってんだもん。別に自分から殺したくて殺してるわけじゃないじゃんね。そう、分かってるから。あ。ソフィラがやったの？うん。食べられそうだったから立ちバサミで刺しちゃったの。パート2やん。そっか。ちょっと待ってて。うん、もう。この流れ、数分前見たよ。寄せるんでしょ？で、この兄ちゃんらしき人はどう思ってんの？お待たせ。行こうか。もう序盤からきついって。ねえ。ピエロは多分まあ何かしら絶対ソフィラのこと知ってんでしょ？何の骨だろう。気にするな。これ死んでんだよね、やっぱちゃんと。ごめんな。いや、別に刺したくて刺したわけじゃねえぞ。悪いな。運ばしちまって。え？もう話のわかるやつ？構わないよ。すまない。殺してしまった。お前が謝るの珍しいな。まあ、お前のせいじゃないさ。悪ふざけが過ぎたかな。え？え？ちょっと待って。ちょっと急に罪悪感きたぞ。え？最初のやつで、もう全員そういうやつだと思ったけど、違ったりするってこと？あなたも失敗作？ソフィラちゃんどうした？失敗作。ね。ソフィラ、こいつは失敗作じゃない。そうなの？わかった。どちらかといえばやっぱその街の人たちの方が失敗作で、こいつらはやっぱ、え？ピエロ？と同じ奴らってことだったりする？人は食うけど、ま、洗脳はされてないみたいな。まだわかんねえけど、とにかく、俺は多分やらかしちまってるね。弟は殺すつもりなかったりすんのかな？ちょっと待って、じゃあこいつも運ぼう？とんでもねえ顔で死んでる。犠牲者1年。で、パート3でしょ？ソフィラがやったの？うん。もうこのソフィラちゃんのこの困りがもう演技に見えてきた。捕まりそうだったから立ち花火さばたかせばかすく。そっか。ちょっと待ってて。これはどこに運ぶん？どこに持っていくの？あ、でも、あ、待って。1、2。あ、ちげえ、え？ 1、2、3、4。あ、4人だよね。お待たせ行こうか。うん。で、確か右にパート4が、あ、いるよね、パート4。綺麗な子なのにな。ソフィラがやったの、もう、確定だろ。もう4回目よ。うん。
食べられそうだったから立ちバサミで刺しちゃったの。そっか、ちょっと待ってて、あの4度目だよ。うん、お待たせ、行こうか。うん、ちょ、ソフィラちゃん、その顔マジでやめて。いや、これピエロ的にはやっぱりなんか仲間とかで、まあちょっとね、お墓とか作ってあげたいみたいな感じだったりするんじゃないの？あ、やっぱいいね。やっぱさっきじゃねえや。さっきじゃねえ。俺全然数日後に撮ってんですけど、さっきって言っちゃった。あれだよね。前回食ってたやつ。で、ちょっとセーブしとくか。よし。んで、北側っつってたよね。あ、待った。あれか。確か前回開かなかった扉。あ、違うの？そこからはいけないよ。控室側からしか開けられないんだ。あ、いや、その控室がどこなのかがよくわからない。まあ、見えるところもさ、結構限られてるじゃん。ここ？あ、ここか？あ、ここか。ちょっと早くこの地下から出ようぜ。鍵がかかっている。あれ？鍵がない。またあいつか。誰？ごめん。寄り道していい？うん。どこ行くの？もうケロッとしてるやん。4人殺したぜ、だってこの子。そこの部屋に片目が見えてる奴がいるんだけど、そいつにちょっと用事がね、あ、あいつ、わかりました。俺、ソフィラちゃんが怖い。なんなのこの子、二重人格みたいになってね。さっき、ついさっきあなたも失敗作ってハイライトなくした目で言ってたやん。いやー、大丈夫、この人は殺さない？あー、ちょっとガードしてる、ピエロが。飯か？違う。ドアの鍵どこにあった？さあ、何のことかな？とぼけんな。人食い。人食い？あ、まあ、そりゃそうか。お前の仕業だろ。ん？わかりやす？わかったよ。お前怒るとやべえから返すよ。でも、ただで返すのはつまんねえな。いや、お前結構割と堂々としてるやんけ。怖えなとか言いながらよ。そうだ。おい、ちびすけ。私？はい。お前、俺の弟たちに飯を運んでくれ。え？だってお前が一心でね。こいつらの好みの料理を運んでくれればいいだけだ。簡単だろ。ピエロ、お前は手伝うなよ。お前は料理だけ作ってくれればいい。さすがにちびすけには無理だからな。ああ、わかった。できそう？はい、頑張ります。ありがとう。うん、優しいね、ピエロ。あ、そうそう、好みじゃない飯を渡すと食われるからな。え？いや、てか待って、そもそも他にいる？まあ死んでるやつに持ってっても何もされないけどな。お前以外全員死んでんだって。頑張ります。うん、頑張れ頑張れ。つか、ピエロ、お前いつも笑ってればいいのに。うるさい。ごめんって、すぐ怒んなよ。おー、まあ、こいつらが人食いなのは、人食い仲間になるんだ。でも人食いっつっても話はわかるね。ちょっとなんかいたずら好きっぽいけど。なんでついてくるの？お前がズルしないように見張るため。襲ったりしないから安心しなよ。はあ、勝手にしてくれ。人食いさん、よろしくお願いします。はいはい、お願いされちゃうね。いやー、ちょっと待って、お前もなぜこのルールを作った？死んでるやん。今飯持ってくるからな。ソフィラちゃん、君をやったのね。なんかごめんなさいの顔なんかな、やっちまったなの顔なんかな。ご飯作りに行くの？うん、でもその前に食材を調達してこよう。鍵がかかってる部屋が食料庫。台所に戻る前に寄ろう。あの部屋入るの？奥には俺が行くけど、嫌ならついてこないで。嘘嘘、ピエロちゃん連れてって。気持ち悪い。二人とも仲良しだな。いやいや、ソフィラちゃん、なんかもうなんか過去のことにしてるけど、ついさっきよ、ここでしょ、人食いたちのご飯の材料を取りに行こう。だってこれ人間なんじゃねえの？あ、待って待って待って、え、鍵がかかってるところが食料庫室だよね。
え、待って、ここじゃないの？え？あ、やべえ。あ、俺こうマップ把握力ないんすわ。ちょっと待ってね。こうまた調べたら。黒。あ、こいつが黒。なんか前回言ってたよね。手記に。手記で。今飯持ってくるからな。何回、またこれ4回やるん？ねえ、俺がやっちまったんだけど、ソフィラちゃんがやっちまったんだけど。あ、ここか。今開けるからちょっと待っててね。うん。食料庫の鍵を開けてもらった。人じゃねえの？ちょっと待って。ちょっと待ってよ。まずその前にこの人たちのリアクションは見てえな。ああ、この子の名前は？おい、ちびくい。今飯作ってくるからな。ああ。こいつちびくいか。これ多分全部、式に書かれてた子たちだよね、じゃあ。で、ここにもいるんでしょ？これ4人目よね。くーちゃん、飯持ってくるから待っててね。逆に俺この人食い、今は優しそうに見えるけど、多分なんか復讐の機会狙ってそうな気がする。ねえ。よくもやってくれたね、つって。ゴミがたくさん入ってる。だって人食いからすれば全員仲間だったんじゃないの？中で何かが突っかえてて開かない。まあ後々アイテムで開けれんのかな？石くず。掃除用のほうきが入ってる。終わりか。ここも突っかえてんのね。うわぁ、これ上がもうやばいな。デッドゾーンや。食料、保存方法と書かれた本が積み重なっている。はい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 。人体。もう人体の本ここにあるやん。もう確実やん、じゃあ。あ、終わり？人体 V ね。これは？くしゃくしゃに丸まった紙が落ちている。まあ、見れないのか。難しい字がいっぱいだ。大事な、大事なものかもしれないし、触らないでおこう。いや、もう触れよ。もう遅いよ、今更。食料と書かれた本が並んでいる。人体ね。はい、もう必ずセットじゃん。くしゃくしゃに待った紙。で、これセーブか。オッケーオッケーオッケー。いや、もう、これは、俺、マジで後々絶対にやり直さなきゃいけないね、ここから。上行くよ。うわ、すっげえ。何これ。それじゃあ、取ってくる。はいよー。二人きりなんて大丈夫なんだ？かな？待って。私も手伝う。あ、おい。ん？何その顔、ソフィラちゃん。やば。脳出てた。はぁ、頭だけだ。え、でも医者も殺されてんじゃん。お手伝いしたいの。そしたら、後ろの机周りを片付けてくれる。優しいな、おい、ピエロ。これね。本は本棚に戻して、紙ゴミはゴミ箱に捨てて、床に散らばってる石くずを、一箇所にまとめてくれるだけでいいんだけど。でももう遅くない？今更。ダメかな。片付けてくれたらとても助かるのだけど。ううん。お片付けならできるの。お片付け、頑張るね。ありがとう。お願いするね。あ、まあ、てか、あ、そっか。まあ、食料だもんね、この人たちが。人食いさんも一緒にお片付けする？いや、俺はここで待ってるよ。二人とも頑張ってね。お、ピエロが離れました。人食いもでしょ。オッケー。人食いと二人きりになった瞬間マジで殺されそう。よし、お片付け頑張るぞ。いや、ほのぼの BGM 流すな。もうやべえんだから。くしゃくしゃに丸まった紙。難しい字がいっぱいだけど、くしゃくしゃになってるから捨てちゃおう。何か書いてある紙ね。まあ、こういうの全部やって、何も書いてないけどくしゃくしゃになってるから捨てちゃおう。いいよ。頑張れ頑張れ。で、石くずね。捨てちゃお片付けしづらいや。どこかにかき集めやすい道具あるね。ここにほうきで。でもほうきで石集めんの？小石集めるのに使えそう。ほうきを手に入れた。んで、これでできるのね。お掃除頑張るぞ。まあ、君お掃除得意だもんね。人間のお掃除も。ふぅ、これでよし。早いね。得意だね、やっぱお掃除ね。そんなすごいもんね。だって人間の処理も一瞬で終わらしたしね。ふぅ、これでよし。んで、3箇所目もだよね。もう一回やんない？人殺した数ぐらい。俺なんでこの子追い詰めようとしてんだろう。んで、これは触らない方がいいんだよね。
リスとか関係なくて、でこの本はあそこに戻すんでしょ。本棚に戻さないと。うん、本人体を拾った。そんな何冊も一気に持てんの、君偉いね、すごいね。人体と書かれた本。ん？人体、こっちなの？本棚にも、あ、自分でやんなきゃいけないのか。何も書かれてない。これ見れるわけじゃないんだよね。あ、ちゃんと全部アイテムとしてなんかやんなきゃいけないんだ。この棚に並んでる本も人体って書いてあるからここに戻そう。あ、字体で分かったら把握したってことなんかな。本棚、人体を本棚に戻した。おや、綺麗にしたね、ちゃんと偉いね。よくできてるね、食料保存方法ね。本棚に戻さないと。いいよ、うまいよ、すごいよ。もう早くやりすぎて多分まだ人体の解体できてねえぞ、ピエロの方は。この棚に並んでる本も食料って書いてあるからここに戻そう。いいよ、偉いよ、早いよ、得意だね。で、ゴミ箱どこにあるの？ここだね。ここにこれね。ゴミいっぱいだけど、ここでいいのかな？あんまその中身も見ない方よ、ゴミ箱に入ってるものも。もしかしたら人の目ん玉とか入ってるかもしれないからさ。何も書いてない紙。ゴミいっぱいだけど。うん、いいんだよ、いいんだよ。もうやりな、やりな、どんどん。集め終わったよ。早くね、ピエロ。手慣れてんじゃん。私も終わったの。ほうきは元の場所に戻しておこう。そうだね。まあ別に武器にもなんないしね。立ちばさみで十分だもんね、ソピラちゃんは。新鮮な食料を手に入れた。もうさすがに9歳も察するでしょ。あれ、俺の分は4人分しか取れなかった。いや、だからその4人分がもう必要ないやん。人食いさんのご飯はどうするの？残飯でも食わしとけば大丈夫だよ。扱いひどくね？ひどい、本人の目の前で言わないでよ。いや、仲いいなね。こういう風に喋れるだけでも多分仲いいのが伝わるけど、ピエロが仲間になりました。やっぱりだからこの人食いもピエロも俺ってかソフィラちゃん4人殺したけど、多分絶対なんか思ってるよね、何かしら。ちょっと調べようぜ。見ない方がいいよ。いや、ソフィラちゃんこういう死体はさすがに見慣れてるでしょ。もう4人やってんだからさ。だって俺なんでこんな急にソフィラちゃんに対してこんなひどいこと言ってんの。これ何、これ手でしょ。大きな包丁が刺さってる。うん、これはもう調べることもない。ううこれもう、ううういいよ、う見ない方がいいよ。うん、うよし、フィフスうね。ナイスナイスナイスプレー。肉切り包丁ね。これは骨か。血はこれなんかドラム缶とかに入ってるけど飲んでんじゃないの。あ、出るか。これでこっちだったっけ。俺ほん本当にね、マップが把握できないの。あ、ここか。あ、ここだよね。ここで。うん。ご飯作ってくるから待ってて。はーい。ちょっと待って。これ人食いと、お、人食い結構距離置いてくれるんだね。怖いのかなみたいな思ってるのかな。ピエロさんはお料理してるから、人食いさんとおしゃべりしよう。やめといた方がよくない？あ、これは、4だよね。ちょ、一回セーブしとこう。なんかね、もう本当にあの前回急にさ、職員に殺されたじゃん。そういうのもあるから、マジ選択肢のなんかちょっとしたミスで、マジで一瞬で殺されそうじゃね？いや、でも俺立ちバサミ持ってるもんな。どうした？ご飯美味しい？ああ、4つ聞けんのね。まあ、これから聞く？あいつが作った料理はうまいよ。他のピエロが作った料理はゲロマズだからね。そんなに美味しいの？うまいうまい。私もピエロさんの料理食べてみたいな。今作ってる料理少し食べてよくないよ。うん、君もう染まっちゃうよ。いや、もう染まりきってるけどさ。やめとけ、戻れなくなるぞ。お、またちゃんとした料理作ってもらいな。うん、ピエロさんと会ったの今日が初めてなんだけどな。ん？ちょっと待って。もう一回、ちょっと調べさせて。てか他にもピエロってやっぱりいるんのかな？でも、なんか交代交代みたいな。今は一人の、このピエロが一人だけってことなんかな？なんか死んだりとかしてみたいな？そういうこともあるんじゃないの？戻れなくなる。うん。いや、なんかさ、前回、そのなんか、狂った街の人たちが、なんか、人食いのなんかサーカスのなんか演目で、ミスってピエロ食っちゃうみたいなの言ってなかったっけ？そういうのでやっぱピエロも変わってったりしてんじゃないの？この19歳のピエロくんがずっといるわけじゃない気がするんだよね。うん。で、ここに住んでるの？そうだよ。てか、多分この人食いいいやつだよね。
もう、こう止めてる時点でいいやつだろ。だって、弟殺した子にやめとけとか言ってんだよ。そうだよ。遊びに行ったりしないの？俺らは外に出れないんだよ。たまに遊びに来てくれるから退屈せずに済んでるよ。誰か遊びに来るの？ああ、もう絶対ソフィラちゃんや。あ、いや。今のは気にするな。うん。え、なんで、ソフィラちゃんだけは忘れてんだろ？みんな覚えてんだね。で、しかもそれをなんで教えてくれないんだろうね。ピエロさんと仲良しだね。仲良しでしょ？俺とピエロはラブラブだからね。ラブラブ？おい、気持ち悪いこと吹き込むな。はーい。お前ご飯抜きな。もともと残飯だったろ？な。ちゃんとしたご飯渡す気なかったろ？ごめんってば。うん。仲良しだな。まあ、仲いいね。なんか、普通に、なんか、親友ぐらいの会話しない？ねえ。普通の友達ぐらいだとこういう、あんま冗談とか言わなさそうじゃん。親友ぐらいの会話してる気がする。みんなの好物教えて。これは答えづらいだろ。ダメダメ。答え言っちゃったらつまんなくなっちゃうでしょ？意地悪。え？いや、でもちゃんと正解だったら言ってくれんの？お、いつもの調子になったな。まあ、ピエロたちが残してる資料にヒントが載ってるんじゃないかな。資料？新しく入ったピエロのために、どこかの本棚にあるらしいよ。ご飯運ぶ前に探してみようかな。あ、てかそっか、これがあれだもんね。今の謎解きのやつに必要なんだもんね。どうした？どうした？俺の顔に何かついてるか？その片目どうなってるのかなって。本当に何も覚えてないの？いやもう、これみんなは一時停止できるからいいよね。俺は編集の時に見ることになるからさ、みんなとワンテンポ遅れちゃうんだよ。でも一瞬見えたよ。まず三人映ってた気がする。隣に映ってたのピエロじゃね？で、目ん玉落ちてたようにも見えたよ。これソフィラちゃんがやったの？全部ソフィラちゃん？でも一瞬、思い出したない？なんて、思い出してなかった今の。お待たせ。あー、もう闇吹きええしな。すごい。うわ、しっかりまずそう。でもこれ美味しいんでしょ？人食いはでも人食いになりたくてなったわけじゃないだろ、絶対。見た目がちょっと、だけど美味しそうな匂い。だろ？こいつのはちゃんと味ついてるんだぜ。じゃあ今までの奴らは味ついてなかったの？ちゃんと血肉みたいな感じだったの？こいつじゃない日は、生焼けか生だからね。さすがにお腹壊しそうだったよ。まああいつらは料理が下手だからね。下手とかいうレベルじゃないだろ。生で出してるってなんやねん。さて、人食いたちに作った料理配って、早く家に帰ろうか。うん。うん。いや、だからさ、その4人もいないって。料理を4品手に入れた。もうこのまま町に持って帰ったらさ、町の人たちどんなリアクションするんだろう。でもあの人たちも食ってるもん人肉なんじゃないの？どうなの？いや、その資料自体どこにあんねん？遺体の処理。このエリアにあんの？なくね？調味料でしょ、ここ。え？これ、難しい字でしょ？まあでもやっぱ、これ別のルートだったらちゃんと見てやんなきゃいけないのかな？これはもう全員死んでるし。ね、もう全員死んじゃってるから、ってことだったりすんのかな？ご飯渡すか。グロー、飯だよ。俺が行く？ご飯を渡さないと。え、なんで君がやる？いや、だからお前がやったんやろ？いや、あ、これでやんなきゃいけないのか。いや、もうどれでもよくない。だって死んでミスってたら殺されるけど、もう殺しちゃってるから何でもいいんでしょ？手の甘辛煮、ちょっとうまそう。ちょっとうまそうじゃない？ねえ、あの、人肉とは書かれてないから手、ねえ、あの、鶏手羽みたいなさ。渡そう、これ。ここじゃないんかい。脳みそ。ここでもないの？内臓。どれ？なんでわかんの？え？ん？ん？どうすりゃいいね。どこでなら使えるん？ちょっと。ご飯ってか、どうやって？こう、口に？ここ？ああ、ちゃんと口のところでやらなきゃいけないのね。お待たせしました。何このイカれたままごと。
ちょっと他の人にもご飯渡さなきゃ。うん、頑張ってねソフィラ。うん、頑張れ頑張れ。うん、行かれてるてこのままごとは。え、もうもう見なかったことにしよう。うん、これはもう忘れなきゃいけない。でここだったっけ。ああ、弟くん渡すか。弟、飯持ってきたよ。俺が行くん。え、行きますよ。飲み噌で。はい、どうぞお食べ。お待たせしました。はい、他の人にもご飯渡さなきゃ。うん、頑張ってねソフィラ。うん、頑張れ。うん。おい、もう何を見せられてるん？俺は今何をさせられてるん？ねえ、ちょっと、よくないよ。ちょ、君たちがやってよ。もう、ソフィラちゃんぶっ壊れてるって。ねえ、クーちゃん飯持ってきたよ。わざとなん？ソフィラちゃんに飯出させてんの。内臓で、はい。もう、関係ないやん。お待たせしました。俺もおかしくなってきた。ちょっと、他の人よ。もう全部かける4やなきゃいのしんどいって。ちょっと、これ絶対このゲームやってる人、まあ、必ずこのルート通ってるよね。しんどない？自分で手下した人たちに、死んでんのにさ、ご飯渡さなきゃいけないの。はい、麺ね。はい。どうぞどうぞ。お食べ。お待たせしました。言っちゃうとちびくいのせいだぜ。お前のせいでもうここにいる奴ら全員人食うんだろうなと思ったから、ねえ、ソフィラちゃんだってもう自動的に殺したんだぜ。やめよう。みんなにご飯渡せた。よくできたね。人食い、鍵返せ。まあまあ、そう、急ぐなよ。階段のドアまで行ったら渡すさ。ちびすけ、頑張ったな。うん。うん。人食いさん、ありがとう。おう。なんか、このゲームってさ、なんかいろんな種類の撃つない？俺だってもう、だいたい想像つくじゃん。絶対もともと、この子はこの子でちょっとなんかお腹が空きすぎてみたいな。でもさ、みんな、冗談だったわけじゃないでしょ。この子にはちゃんと殺されたけど、残りの3人はわかんないよね。冗談でやったみたいな感じ。でもその冗談もさ、もう、怖いよ。ちゃんとだって人食ってる奴らのご飯はさ、本当に食われるって思っちゃうよね。でも何かしら絶対弟くんとは仲良かったんじゃねえかな。うわぁ、逆に鬱だな、これは。鍵開けてもらおう。え、セーブ？なんか怒んのか？なんだ？いやぁ、いい暇つぶしができたよ。弟たちに飯持ってってくれてありがとね。てか、お前これからどうすんの？で、いつ俺を殺すんだ、ちびすけ。え、ソフィラちゃん、ま、殺す気満々なの？つってももうちびすけじゃないのかもな。ちびすけじゃないなら遠慮はいらねえか。え、ソフィラは笑うを思いついた。え、RPG 要素あんの？戦う。さあ、楽しく笑いましょう。ん？ん？え？ちょっと待って。これ、記憶なくしてんのもなんか別人格があるからってこと？持ち物。え？攻撃。うわ、立ちすくんでいる。え、ちょっと。頭振った。殺したくはなくない？え、避けた、なんで？9歳、そんな、割と青年の攻撃避けるん？ちょっと、大事な奴と同じ顔するのやめてくれないか。ソフィラのこと言ってんだよね。俺、ついていけねえよ。おい、もう一回笑ってみる？ソフィラ、攻撃避けた。失敗作は驚いている。今までのは嘘だったのか？は？ちょっと、やめよう。やめれねえけど。もう一回笑う？もう、
俺のこと覚えてないんだな。これもう最終的にピエロを殺したりするんじゃねえの。もうそう、もう予想ついたことは全然言うけどさ、ピエロもそんな感じになりそうじゃね。いや家庭な、お互い固くね。ねえ、ソフィラちゃんも9歳にしちゃだいぶ攻撃食らってんのに全然死なないや。本当に9歳なんか倒しちゃった。うわーマジ俺こういううつげやんの久々かも。マジで失敗作を処分した。うわーなんかやだな。どうした、早く行けよ。え、なんなん、ソフィラちゃんなんなん。おい、ピエロ。もう、無理だから、諦めた方がいい。お前、悩むと黙るからな。ま、お前の好きにしな。俺は、少し、寝るわ。戻ったらベッドに運んでおいてね。おやすみ。じゃあな。なんか思ってた打つ要素と全然ちげえわ。もうとにかくソフィラちゃんがひどい目に遭うのかと思ってたけど全然ちげえ。逆やん。多分いい奴らであろう存在を殺していくってことな気がするわ。いろんなエリアで。セルするか。まあ、多分もうこのセーブデータの数々はもう無駄でしかねえ気がする。上の階に行こう。暗いから気をつけてね。うん。やべえこの子。おい。まあ、俺のせいではあるよね。で、上の階ね。町にはまだ戻れないんでしょ。町も町でやべえのに。でもなんであんな、え、この子だけは正常なんだろうな。最初は大丈夫だったけど、でも今誰よりも失敗作じゃね？いや、失敗作なのかな？わあ、また雰囲気変わった。まっすぐ行けば階段に繋がってるドアがあるよ。え、他はじゃあ、開かないのか。ここからゴボゴボ聞こえる。こっちは研究室だったかな。実験してるんじゃないかな。なんの？そうなんだ。実験、あ、そのあれか、先生たちのあれな、だって、でも病院あるよね。何？これお菓子？お菓子って言えばお菓子かな。食べちゃダメかな。食べない方がいいよ。二つ頭に怒られるからね。怒られるなら食べるのやめる。うん、そうしときな。二つ頭って、ソーセージだっけ？本当に二つ頭がある人のこと？空の瓶が置いてある。このまままっすぐ階段のドアもう少し先だよ。はい、ここですか。エリア2つしかないのね。鍵がかかってる。閉められてる。ドア開かないの？うん、鍵を開けてもらおう。このエリアは2つ頭のエリアね。そこの部屋に誰かいると思うから聞いてみよう。うわー、じゃあこれさ、いやもう BGM がこのほんわか感がでもちょっと不気味だな。だから多分人食いと言ってた三つのあれなんかな。人食いからの二つ頭からの多分その上がこの次が多分歌姫とか言ってたよね。で最後ピエロなんじゃねえかな。ここにいるんかい。うわー、二つ頭ちゃんだ多分。くんなんかな。俺はもう刺したけど多分ちゃんだと思う。特殊な形をした黒い服が入ってる。うん、この黒い服結構あるよね。またある日記。ベッドの下にノートが置いてある。誰かの日記のようだ。読むか。目が覚めたら僕が隣にいた。いや、正確には繋がっていただろうか。僕はここで働くために生まれたらしい。先輩が僕らを産んだらしい。うわ、これもう人為的ってこと？読むか。先輩が帰ってこない。先輩が帰ってくるまでに一人前になろう。僕らだけでもできるはず。教わった通りにやれば大丈夫。大丈夫。
読む。一体目ができた。僕らだけでも、僕らだけでもできた。それにしてもよく泣くな。名前決めないと用事があるときに困ってしまうだろうし、女の子だしニコちゃんでいいかな。女の子。ちょ一回本閉まっていい？ちょっともう一回読ませてくれん？一体目ってなんなん？一瞬ソフィラちゃんのことかなと思ったけど多分違うよね。名前決めないと。うん、もう読むか。もう一体もできた。二体目だ。よく喋るな。男の子だしニコくんでいいかな。そういえば僕らの名前は何だろう。先輩に名前つけてもらってないや。続き読む。え、これだから二つ頭が何人かいて、そのもう一人の二つ頭の人に作られたのか。また二つ頭が。読もう。知らない子供がピエロと一緒にいた。あ、これはソフィラだろ。なんだか訳ありみたいだったな。ピエロが戻るまで面倒を見ることになった。かくれんぼがしたいって言ったからかくれんぼで遊んだ。僕らなんかと遊んでそんなに楽しい？変な子供だ。でも楽しかったな。読むか。今日もかくれんぼで遊んだ。でも全然見つからなくて、もう帰っちゃったと思って。ピエロが来て気づいた。まだずっと隠れ続けてるって。うん、ん？やっと見つけたら泣いてた。泣かしちゃった。怖いところに一人でいさしちゃった。次は、絶対に早く見つけるからね。もうこれ読むとわかるけど、多分いい奴らだよね。あとは白紙が続いてる。なんか全員被害者な気がする。町の人だって結局そういう洗脳とかされてああなっちゃってるわけでしょ。やべえなこのゲーム。すげえ。俺が本当に大好きなジャンルや。まあでもちゃんと落ち込むけどね。感情回収法、感情肉体結合法と書かれた本がある。感情で肉体結合法っていうことだ。どっちも読むよ。いやこれよく読めるねソフィラちゃん。たまに難しい漢字読めないって、これこそ難しい漢字だと思うぞ、多分。何これ？あ、ピエロが読んでくれるのね。おぉ。感情、回収法。1、感情にはそれぞれ色があり、大きく分けて、寒色、中間色、暖色の3色。色が動いていれば収穫時。え？採集場内であれば、手で持ち歩くことが可能。手に持ったまま採集場から出ると、劣化してしまうため、気をつけること。うん。2、三構造をもとに対極になっている色を同じ瓶に入れることで肉体結合がしやすいという結果が出ている。このような結果になるのかは現在調整中。え、調査中か。しばらくの間三構図の対極になっている色を組み合わせるように。うん、むずー。肉体結合法ね。これは感情肉体結合法。1、装置に結合した人体の細胞を2つ入れ、スイッチを押し、液体を注ぐ。注意？不純物が入らぬよう注意する。空気を少しずつ送り、人の形を作る。2つの細胞が分裂してないか確認する。この時点で初期の色から変色した場合、細胞が腐ってる可能性があるため、直ちに処分すること。人間作ってんのかこれ。クローンみたいな？ 2、人の形を成形後。それぞれの人体に感情を入れていく。目覚めるまで装置の中から出してはならない。完成品は回収に来るため丁寧に扱うこと。これ二つ頭以外もピエロじゃねえ、ね、人食いたちもこれで作る。待って、回収法これ寒色中間色暖色って医者は黄色とかさ、で職員は緑とかだったけど、え？そいつらってみんなだから誰かの同じ遺伝子 DNA で作られたりしてるからだったりする。でピエロはピエロじゃねえや、人食いは人食いでみんな同じ、ほぼみんな同じ髪色。黒くんは違ったよね。そういうこと、ここで作られてたりするの。だからまあ人食いたちはやっぱり作られた何かってことなのか。んちょっとは分かったぞ、合ってるよね。で、ここはないか。で、ちょっとそろそろ話しかけた方がいいかな。男の子と女の子だったりする？で、ベッドはあるけど。三つあるけど、でも、もういないよね。この二人って言った方がいいかな？二人しかいないよね。本物のナイフ？危ないから触ったらダメだよ。で、これ、お菓子ね。甘くて美味しそうな匂いがする。トランプで遊んでたんかな？
注射ハサミが置いてある。ゴミが溜まっている。大きな布ね。たくさんの飲み物。これは血じゃないの？ねえ、もう赤い瓶ばっかだけど、よくわからない薬品。話しかけるか。どんな子たちなんだろう。あー、かわいい、この男の子。怖いよ、もうやだよ。泣くなし、うざい。あ、これこの子が女の子で、泣いてる方は男の子だったりすんのかな。だってもうどっちも女の子にしか見えねえけど。てかまた来たの、物好きだね。あの、ドアの鍵持ってませんか？鍵？私らは持ってないよ。あいつ、今の名前なんだっけ？確か、ベルデだったかな。ベルデが持ってると思うよ。ありがとうございます。ベルデさんを探してみます。うん、探してみな。つか、なんで敬語？まあそうだよ、いつよね。また会ったね。また来たの？みたいな言ってたけど。ソフィラちゃんは全然気づいてないね。え？だって、それでニコちゃん、そいつどこにいるの？まあ隠そうとしてんのかな。多分研究室のどこかに。ニコちゃん、わかった、研究室を探してみるよ。ありがとう。ニコちゃん右。ん？そういえばさっき騒がしかったけど、なんかあったの？なんでもないよ。察してる？てか最初はこの子たちもなんか疑問に思ってたよね。なんで敬語って。事情とか全員でこうまとめてるわけじゃないの？なんかこの子には記憶がない時は黙っておこうみたいな。ちょっと待って、てかこの子たちと戦うの？また下手すれば。冷たい、お酒かな。待って、俺殺したくないよ。んで、そのベルデ。ああ、まあ、いるんだね。他にも二つ頭さんが。なんて書いてあるの？心理学、精神分析学って書いてあるよ。面白い？人によっては面白いよ。ソフィラにはまだ難しいかもね。難しいならいいや。はい。なるほどね。よくわからない容器。あ、ちょ、セーブしとこうか。なんか大体やることが分かってきたかもね。もう街に帰るまでに、どんだけぶっ壊れるのかみたいな、どんだけやらかしちゃうみたいな感じなんかな。でも街に帰ったところでもう、無理じゃねえ？だって街だってやべえじゃん。街が安全とは思えないんだけど。なんかの説明書。人の形をした絵が描かれてる。もう誰も救いなくない？触っちゃダメだよ。あ、ここで多分作ってんのかな？また新しい、なんか、クローンを。触っちゃダメですね。はい。くっついてて蝶々みたいな形だ。あ、これはもう、臓器かい？他のと違う色だ。話しかけるか。うわ、美人そうだけど。あら？でさでさ、その時僕なんて言ったと思う？もう、邪魔しないでください。なんでそんなにおしゃべりなんですか？だって、暇なんだもん。ドアの鍵持ってませんか？あれ？どうしたのです？また来たのです？やっぱ面識あんだね。何ですか？ダメですよ、ニコくん。そんなに怖い顔しちゃ。そんなつもりないです。それで？どうしたのです？ベルデさんを探してて。ベルデ？誰それ？ああ、二つ頭のことですね。そういえば、今はそう名乗ってるんですっけ。え？二つ頭、君たちじゃないの？二つ頭さん？そうなのです。二つ頭に向かって、ベルデって呼んでみてほしいのです。きっとニヤニヤしますね。僕は号泣する方にかけるのです。それで、二つ頭はどこにいるの？今サンプル採集してるからこの部屋の奥で待ってたらいいと思うよ。あ、左側行ったのね。ありがとうございます。奥で待ってみます。ソフィラ、行こう。あ、ちょっと待って、あのエアコンつけていい？あ、まだ喋る？あ、ねえねえ、さっき騒がしかったけど、なんかあったのです？なんでもないよ。それならいいです。もう察してるよね。なんか似たようなことあったんじゃねえの？この、どこでも。
で、ニコくニコちゃんって言ってて、で、なんか待って、もう一回ちょっと日記ちょっと見さしてくんね。この先輩が産んだとか、先輩が帰ってこないってするけど、今このエリアに3人いるのかな？その、ね、二つ頭が。で、でもなんかどんどん入れ替わってたりするのかな？てか俺暖色とか中間色、寒色って言われてるけど、そういう風に言われるとどの色がどれってなっちゃうタイプなんだけど、まあ、でもここにいる人たちみんな髪の色は統一されてたよね。で、やっぱり同じ DNA みたいな感じで、一体目ができた。僕らだけでもできた。うん。よくなくなーっていうのがニコちゃんなのかな？うん、やっぱそうだね。女の子だしニコちゃんでいいか。だから、このニコちゃんは二人とも女の子ってことだよね。よく喋る。なんでニコくんで、うん。そういえば僕らの名前なんだろう。先輩に名前をつけてもらって。あ、これがだからその二つ頭か。知らない子供がピエロと一緒にいた。うん。で、実際に遊んだの、あ、でも全員わかるってことはやっぱり、みんなと遊んでんだね。うん。なるほど。オッケーオッケーオッケー。いやー、ちょっとこれね、なんかみんなと会ってから、こうもう一回見るとなんかまあ、もっとわかりやすくていいね。んで、多分こっち側じゃなくてこっちか。これ下に行けるけど、これ多分あれでしょ？あ、開かないのか、ここ。なるほどね。んじゃあこれ上の、さらに上あるっぽいから、だよね。これ何？これ何の部分これ？なんかふわふわ浮いてる。うん。な、え？あ、そっか。これだから生まれるところか。赤ちゃんみたい。うん。で、今4体作って、これは失敗してんじゃねえの？これはまだなんかできたばっかりのソーセージみたいな、二つ頭みたいな、そんな感じじゃねえの？オッケーオッケーオッケー。で、ここにはいないやんけ。いないんかい？え？来た！もう、今日のあいつら何なんすか？今日のは難しいっすね。休憩して出直しましょう。そうしますわ。この子たちは名前ないんじゃないの？これ何？薬品だよ。危ないから触っちゃダメ。はーい。うん、今は偉いんだけどな。うん。で、心理学のやつね。本物の骸骨かな？いやもう、まだいいやろ、本物の骸骨なら。君はさっきまだ生きてた奴らを殺したりしてるや。ね。いやもう、慣れろ慣れろ。俺も慣れてきたわ。そこはもう、そこら辺の要素は慣れてきた。なんか仲良くなったような人たちを殺すのがだいぶしんどくなってきたな。まあ、ここは調べても、多分止められるだろうね、ピエロに。話しかけるか。君は二つ頭って名前なんじゃないの？もしかしたら。ベルデさん？あ、そうか、ベルデって言われてたか。あ、でも二つ頭って意味なんでしょ？おお！その手の動きは、あかんぞ。ねえ、高速マスカキ超えてるしか見えねえぞ。やばいっすわ。会ってからの第一声でソフィーにその名前呼ばれるのはやばいっすわ。ソフィーって呼んでんのか。親しんでるやん。覚えてないでしょ？気持ち悪いっすよ。ほら、ドン引きしてるっす。それより、ピエロ、まだいたんすか？もう上の階に戻ったと思ってドア閉めちゃったっす。すまない、二つ頭。いろいろあって長引いた。どうせまた人食いにからかわれたんすね。鍵開けるから待っててっす。と言いたいっすけど、実はさっきサンプル採集中にこいつが落としちゃってるっすね。な、僕のせいじゃないっすわ。落とした上にサンプルに鍵を取られたっす。サンプル？なるほど。悪いけどサンプル採集手伝ってくれないっすか？鍵も戻ってくるっす。そのサンプルっていうのも二つ頭なんかい？また手伝ってもらってもいい？うん、お手伝い頑張る。ありがとう。あ、そうそう、採集用の瓶が全部ダメになっちゃったから瓶を探さないとっすわ。危ない薬品もあるから僕らも一緒に行くっす。悪いね。うん。というわけでソフィーよろしくっすわ。私、ソフィーじゃなくて、ソフィラです。まあ、あだ名みたいなね。そんな感じでしょ？え？違う人と間違えたすわ。いやー、ごめんす、ごめんす。いえ。ベルデさん、よろしくお願いします。その名前で呼ばれると、こそばゆいから、二つ頭って呼んでほしいっすわ。
わかりました。二つ頭さん、よろしくお願いします。うんうん、よろしくっすわ。やっぱり、こっちの名前で呼ばれる方が気持ちいいっすわ。もう、本当に気持ち悪いな。よろしくね、ソフィラ。おう、仲間になったのね。あ、そうだピエロ、控室に置いてあったピンセット知らないっすか？一本足りないっす。わからないな。あ、ごめんなさい、ピンセット使って洗面台に落としちゃったの。ああ、あそこ。ああ、ソフィラだったんすね、使ったの。場所さえわかれば、後で取りに行けばいいだけっす。正直に教えてくれてありがとうっす。でも、じゃあピンセットをなくした代わりに手伝いを頑張ってくれれば大丈夫っすよ。ね、いいやつらじゃね？マジで。うん、頑張るの。ね、想像以上にマジでいいやつらだぞ。サンプル採集所と書いてある。使えるカラビンを探すっすわ。4つぐらいあれば足りるっす。これかい？これ何？研究で使う薬品っす。危ない薬品もあるから触ったらダメっすわ。はーい。あ、まあ、ここじゃないのね。これ面白い？僕らは面白いけど、ソフィラにはまだ難しいっす。もう少し大きくなったら一緒に読むっすわ。うん。大きくなったら一緒に読む。ちょっと待って。なんか、こう仲間になってからさ、この親睦深めてみたいな、仲いいみたいな感じ出してからの殺すのやめよう。おい。本物の骸骨かな。あ、ビンあった。お、届かないや。頑張る。ピエロに頼む。頑張る？割るなよ。あ、そんなことあんの？でも、では今後どうなるかわからんけど、逆にハッピーエンドだったりしない？今の違う？え？な、は？今だいぶえぐい死に方したぞ。ソフィラ、まあ、もう何もするな。ピエロに頼め。しっかり。もうこんなフルの自己エンドもあるのね。はい、どうぞ。ピエロさん、ありがとう。空の瓶を手に入れた。うん、これ待って、他にもあったりする。これ何？研究で使う薬品っす。うん、まあここら辺はみんな同じなんかな。大きい布。ここは使えるカラビンを探すっすわ。4つぐらいあれば足りるっす。まあこれ4つ手に入れてからってことね。ここはないんしょ。うん、ちょっと先にセーブしよう。またなんかソフィラちゃんの頭にガラス栓刺されそうで怖いから先にセーブしとこう。セーブしといて、ちょっと待って、この子たちに聞いてもなんかわかるんじゃないの？何してるの？そこのカプセルの修理をしてるんです。治りそうっすか？彼が邪魔をしてるので進んでません。ひどくないっすか？本当のことです。早くここ使いたいっす。邪魔をしないであげてほしいっす。僕からもお願いっすわ。わかったです。ほどほどにするです。ほどほどってことはちょっとやるやんけ。かわいそう。こりゃダメっすわ。ダメっすね。早く治りますように。うん、今はそのリアクション、いいんだけどさ。俺、どんな感情でやってきゃいいんだ、これ。え？ぜひお願いします。え、何？なんかセリフ変わってね？早めに言うこと。ちょっと待って。なんか こっちでもなんかセリフ変わるじゃん。そこのカプセルを修理してます。治りそうっすか？彼が邪魔をしてるので進んでません。ひどくないっすか？本当のことです。早めに手なずけた方が楽っすよ。それがなかなか難しいのです。彼は僕の言うことを聞かないのです。今度、手なずけ方を教えるっす。本当です。ぜひお願いしたいです。おい、早めに言うこと聞いた方がいいっすわ。ん？どういうことです？あんまり、なんか不自由そうだね。んで、まあ、セーブしといて、ここら辺にあったりすんのかな？これ面白い？僕らは面白いけど、ソフィラにはまだ難しいっす。もう少し大きくなったら一緒に読むっすわ。うん、大きくなったら一緒に読む。ことは多分このルートじゃない？確実にない。うん、これ、あ、これか？これ使えるかな？
ひびも入ってないし完璧っすわ。これで2個目か。オッケー。茶色い物体んで、ここも特にないもんね。ここに瓶あるけどな。で、ここは開かないのね。そのドア立て付け悪くて開かなくなったっすわ。あ、まあ、これだからあの廊下に繋がってんでしょ、やっぱり。んで、あとこっちだよね。お、立ってるよ。何してるの？ん、休憩中。作業してたから疲れちゃったの。作業してたの？わあ、ニコちゃんらが笑ってるの初めて見たっすわ。は？何？喧嘩売ってんの？あ、その、え？これ立場上、え、ニコちゃんが一番上なの？喧嘩はダメだよ。ニコちゃんは話してるとき笑ってたっす。そうなんすか？別に、イラつく理由もないし、むしろソフィラと喋れた方が嬉しいに決まってんじゃん。そうっすか。まあ確かにそうっすね。さっき初めて会ったけど、違う人と間違えてるのかな？んいや。何してるの？え？ソフィラちゃんですか？今休憩してるのですよ。ちょっと驚きすぎ。どうしたの？あ、本当だ、笑ってる。わあ、ニコちゃんなんか笑ってるの初めて見たっすわ。はあ、何喧嘩売ってんの？うんうん、なんだ、デジャブだぞ。あ、その喧嘩ダメだよ。お互い苦労するっすね。本当は優しいですが、ちょっと怒りっぽくて、なんだか大変そう。いやでもニコちゃん右のなんかセリフとかでなんか頭取れ、めっちゃ傷つきそう。あの、私にできることがあったら言ってください。ふん。うん。ありがとうね。うん。おい、あ、ここにあったわ。もう、うん、使えるっす。え、俺、なんかだいぶ久々に結構やられてるかも。よくわからない薬品。んで、ここにはないよね。外か？これも違うよね。冷たいお酒かな。うん。んで、あとなさそうじゃね？本とか、またなんか読むの増えたりはしないもんね。これも、まあ今はもう見なくてもいいかな。オッケーオッケー。まあ変わらないか。外か。ここ、あ、ここに、あ、これだ！あった！ソフィラ、よく見つけたっすわ。偉いっす。偉いっす。よし、これで4つね。空の瓶。これだけあれば足りると思うっす。ソフィラ頑張ったっすわー。ええー、それじゃ、サンプル採取場に向かうっす。僕らが出てきたドアの先がサンプル採取場っすわー。はーい。行くかー。いや、でもこれだいぶもう進んでんじゃねーの？ねえ。え、もう、え、でもさ、これ3人いるよ？全員殺すの？え？いやー、やだよ。まあ、でも全員殺すのかな。まあ、しょうがねえよな。しょうがねえよな、マジで。マジでしょうがなくない？ねえ、もうどうすることもできん。ん？サンプルでしょ？何をすればいいんだ？この奥に行って、サンプル集めてほしいっすわ。サンプルはいろんな色あるっすから、二つの色を一つの瓶に入れてってほしいっす。なるほど。組み合わせる色を間違えると爆発するから気をつけてっす。いや、これ今からか？じゃあ、ここではここで成功、誰も殺さないこともできたりするんじゃないの？え？爆発しちゃうの？そうっすわ。そこの机の上に参考図があるっすから、図を見ながらやるといいっすわ。わかりました。大丈夫。ソフィラならできるよ。うん。できそう？うん、やってみる。それじゃ、準備できたら話しかけてほしいっすわ。僕らはここで待ってるっす。行く前に、ニコくんやニコちゃんと話してきてもいいっすよ。なんかアドバイスくれるかもっす。いや、ごめん。もう、聞かずに行くわ。もう、これは。このルートはもうそうやって行った方が、後々後悔しないだろ。ねえ。後々だって全員生き残った状態とかでできるんでしょ？だったらもうこっちではもう全員殺すわ。参考図ってこれかな？参考図を手に入れた。破れたメモって、あ、これな、何やっけ、バーテンダー、ん？受付の人でしょ？汚れたハンカチ、これいつまで持つんだろう？参考図。甘い安心、あ、
もう今回はこれは参考にしない。もう適当にやったる。一人で入っちゃダメっすよ。え？準備できたっすか？あ、ちょっと待って、まだ。準備できたら声かけて、うん。ここの階は大丈夫だから行っておいで。いや、ソフィラちゃんが大丈夫じゃねえよ、多分。行こう。それじゃあ行こうっすわ。みんなごめんね。見てる人たち、この人たち殺さないでよって思ってるかもしんない。でも俺は今回は鬼になる。てかもうこのルート鬼になる。ピエロが仲間になりました。うん。よし。全員殺そう。で、サンプルは、ん？え？目がチカチカする。まあ、普通はなれないっすわ。そうだ、ピエロ。お菓子の作り方教えてっす。今か？急ぎじゃないっすけど。まあ、ここに来たついです。ピエロもいつ死ぬかわからないから、それは、やっぱそうなの？襲ってくる奴らはいないから、ソフィラ一人で歩いても大丈夫っす。俺は構わないけど。ソフィラ、一人でも大丈夫？うん、やってみる。わかった。採取できるサンプルは動いてるはずっす。よく見るとわかると思うっすわ。僕らが採取しようとした時よりは、おとなしくなってると思うっす。組み合わせは机の空いてるところでやるといいっすよ。困ったことがあれば声かけてっす。それじゃあソフィラ頑張ってっすわ。慣れてないね君たちも。はーい。ソフィラ、その立ちバサミはしまっておいて大丈夫っすわ。あ、うん。2つ頭と会話をするとそれぞれの色の特徴を教えてくれます。世間話もできるので何回か話しかけてみましょう。複数の色を集めると組み合わせることができます。机の空いてるところで組み合わせをしてみましょう。組み合わせに失敗すると爆発します。何が起こるか分かりません。立ちバサミを装備しましょう。もうこのさ、このこの説明の人なんなんこれ。この説明がもう一人の人格なんじゃねえの。立ちバサミをしっかりと手に持っちゃってるやん。2つ頭さんにいろいろ聞いてみよう。色の種類とか教えてくれるといいな。いや、お前もう勝手に装備したよ。なあ、もう、これももういいやろ。外せるには外せるんでしょ。はあ、まあ、やるか。もうやるって言っちゃったしな。全員やろ。爆発させたる。んで、サンプルを組み合わせますか。まずはサンプルを採集しましょう。あ、サンプルが、待って、まあ、差し掛けよう。どうしたっす？色っていくつあるの？寒色2つ。え、そんなんの？中間色3つ、暖色3つっす。全部で8つっすね。いっぱいあるんだ。触れれば取れるっす。大丈夫っす。簡単っすよ。うん、頑張るね。うん、頑張るっす。はーい。どうしたっすか？色の種類について聞く。寒色について教えて。寒色は全部で2つっす。青色と水色っすわ。おう。青色はしょっぱい匂いっす。水色は何の匂いもしないっす。え、あ、そういう系？教えてくれてありがとう。どういたしましてすわ。まあ、でも今回使わねえしな。しょっぱい匂いか。待てよ。二つ頭とおしゃべりする。ねえねえ、ソフィーがおしゃべりしようだって。はいはい。何話すっすか？変な場所だね。うん。そうっすね。はじめは驚くっす。でもソフィーは嬉しそうにはしゃいでたっすわ。私、さっき、そんなにはしゃいでた？いや、ソフィーね。うん、なんかもう自分になっちゃってるよ。ソフィラもさっきワクワクした感じが出てたっすよ。うん、目がチカチカするけど冒険してるみたいでワクワクする。ソフィラが楽しんでるならよかったっす。もうちゃんと話合わせてっす。そんな言われても難しいっすわ。ああ、今俺この二人とおしゃべりして後々絶対後悔するよね。もう一個ぐらい聞くか。何を教えてもらってるの？僕らが食べるお菓子の作り方っすわ。いつもピエロに作ってもらってるけど、毎回じゃさすがに悪いから教えてもらってるっす。私もお菓子食べたい。ソフィラにはピエロが作った、ピエロがクッキーを作ってくれるっすよ。どうして私の好きなお菓子知ってるの？僕らも小さい頃クッキー好きだったんす。だからソフィラも好きかなって。うん、クッキー大好き。そうっすよね。クッキー美味しいっすもんね。バッカ、ソフィーが混乱しちゃうっすわ。ごめんっす。お前、
絶対いいやつらやん。ピエロさんとお知り合い？うん、同じ建物に住んでるから知ってるっすよ。知り合いを通り越して家族っすわ。ってことはじゃあ人食いたちもそうだったろ。家族だったらピエロさんがお兄さん？確かにピエロが年上っすけど、ここの建物にいるのは僕らが長いっすわ。左の弟になるなら納得するけど、右の弟になるのはちょっと。え、なんで？僕が兄ちゃんになるの不満？まあ頼りないからっすね。ひどい。嘘だよ。右の弟になるのも納得するよ。二人ともしっかりしてるからね。ピエロ、人食いとは全然態度が違え。よかったっすね。みんな仲良しだ。でも殺すんでしょ？ってか殺したよね。うん。もう最後聞いちゃうか。サンプル取ってきて。え？お手伝いじゃなくなっちゃうっすよ。そうっす。集めるのも組み合わせるのも簡単っすからお願いするっす。はーい。もう殺す気やんだから。大丈夫っすわ。また迷子になったら見つけるっす。また。うん。ありがとう。誰かと間違えてるのかな？かくれんぼのやつなんじゃないの？ソフィー。何？僕らのこと。何も覚えてないの？見つけてくれた。え？ソフィラ、具合悪い？ううん、大丈夫。ちょっとだけぼーっとしちゃったの。具合悪かったらすぐに言うんだよ。うん。これ全部の選択肢で話、会話をするとなんか微妙に思い出していくんだ。みんなごめん。ちょっと次回にするわ。うん。次回、多分これやって初っ端地獄見ることになるかもしんねえけど。うん。まあ、だいたい分かったね。どういうゲームなのか。ただ分かんないよ。次回また別な感じの、別の方向性の打つ要素が来るかもしんねえけど。ただね、このゲームはめちゃくちゃ面白い。ちょっと待って。めっちゃ今ふと思ったわ。人食いのことが頭に浮かんでてさ、思ったんだけど。これって、戦闘で負けることってあんの？ん？これどこから？ああ、このイベントからか。ちょっと待って、これ負けることってあったらどうなんだ？よし、試してみよう。これ、笑うってやると、あ、ダメージ受けんだよね。で、失敗作は驚いている。人食い！これ、驚くと立ちすくんじゃうのか。じゃあ、防御か。身を守ってる。ああ、同じ顔するのやめてくれないか。いや、どうなんだろう、これ。3のダメージ。結構体力あるな。避けるな。な、ソフィアじゃね、ソフィラ。今までのは嘘だったのか。これ、まだ結構いろんなパターンあんのかな。もう、身を守り続けろ。もう、俺のこと覚えてないんだな。いや、これ、きつくない？俺、この、待って、あの、2つ頭の時もこんなこと言われるの？ちょっと。でも全力で打つ成分をもう回収、なんかこう、身に染み染ませたいから、あのセリフとかも全部読もう。あの選択肢のやつ。ああいうの見てから受けると多分相当辛いよね。いや、これどうなるの？ちゃんと殺すんかな？見守ってる。残り20。いや、なんかありそうだな、これ。殺せなかったりとかあるんじゃない？こう言っててさ、でもできなくなったりすんじゃねえの？ためらってる。くそ。あ、もうそ、このゲームすげえ。あ、ダメだ、絶対にもう何もしてこない。え、うわ、これもうそういう戦闘に見えて戦闘じゃねえじゃん。絶対に負けない戦いをしてるってことじゃん、これ。うーわ、このゲームすげえ。マジか。うわ、逆にやっといてよかったかも。みんなこれさらに鬱だな。
うわー、最初こいつら全員やべえやつらだと思ってたけど全然そんなことねえんだわ。もうそろそろだろう。うわー、えぐいなこのゲーム。